Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii, Japanese series, Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I am Yukari Kunise, and joining me today in the studio is Atsushi Takebayashi, a famous yakisoba ojisan, volunteer meal provider to disaster hit places in Japan. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けするこんにちはハワイ、ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は Move for Japan の竹林敦さんにスタジオにおいでいただいています。竹林さんはハワイでもともと不動産のお仕事をされてきた方ですが、2011年の東日本大震災の際、たまたま日本帰国中でいても立ってもいられず始めたのが仕出し、それも焼きそばを被災地で作り食べてもらうというボランティアでした。普通の人のボランティア、視聴者の方もやってみたいと思って、でもどこから手をつけていいかわからないという方もいらっしゃるかと思います。今日は竹林さんにどんな感じでそのボランティアを始められたのかなどをお聞きしてみたいと思います。竹林さん、今日はお忙しいところありがとうございました。どうもアロハ。アロハです。こんにちは。はい。それでなんか、まず日本にいらっしゃって、はい、で、まあ、震災が起こって、でなんかこうなんかやりたいっていう感じで始められたというふうにお聞きしたんですけれど、うん、その時のちょっと状況を。そうですね、僕ちょうどそのね、そういえば昨日もね、大阪ですごい地震が大きなのがあったんですけども、はい、まさに同じように、うん、ちょうど日本に行って、はい、埼玉でゴルフをしてたんですね。あ、ゴルフ。その時にもう本当に地面が割れんばかりに揺れたので本当に怖かったですね。でそれでしばらく東京にも、埼玉だったんで、うん、その日はもう東京に帰れずに、うん、ある意味帰宅難民になっちゃって、うん、でそれから1週間ぐらいしてやっとハワイに戻ったら、はい、もうやっぱりハワイの方々がみんな日本のために、うん、NPO を立ち上げて、はい、すごくもうそこら中でいろんな T シャツ、ユニフォームがあって寄付を集めてやってたのですごいなと思って、うん、でそれでまあ自分もその実際に体験していってだし、うん、何かやらないといけないなと思ってやり始めた、うん、なるほど。私たちもでも被災地にですね、例えば、うん、こうレストランなんか行くと寄付箱があってお金ちょっと入れたりとか、はいはいはい、なんかこうやってはいると思うんですけど、はい、厚さんの場合はもうなんかこう具体的に行動を起こしたっていうのがあると思うんですが、はいはい、そうですね、僕もね、はい、ちょうどその日本で、はい、被災した、まあ、何日か翌日かその2日後か忘れましたけど、はい、街角でね、やっぱりその寄付やってたので、はい、まずそこに入れたんですよ、はい、お金を、はい、でまあ普通にそういうふうにしたんですけど、はい、やっぱりハワイ帰ってきてからですね、やっぱり自分で本当に自分が動いてなんかしたいと思ったね。じゃあお金をただ寄付するということだけではなくて、うんうん、何か自分でできないかなっていうふうに思ったわけですね。そうですね、現地に行って、はい、実際に自分の目で見て感じて、うん、はい、それで何か本当にその、まあ、マスコミを通じていろいろ入ってはくるんだけれども、はい、自分で向こうで体験してこの人たちは今何が必要なのかっていうのを、うん、まあ、学んで、はい、それでハワイの人たちにそれを言って、はい、今こんなものがみんな欲しがってるよとか、ね、だから夏場とかだったらハワイの人たち T シャツとか、はい、B さんとかいっぱいありますから、はいはい、もう任しといてっていう感じ、はいはい、だからそういうことであったり、うん、まあ、ものによっていろんな対応、なんだろう、そのタイミングのいいものを、うん、そこに送りたいなと思って。でもその被災地でその何が必要かっていうのはやっぱりこう情報とか錯綜してましたよね、うん、なかなかこう情報が入ってくる。 そうですね、それはどういうふうに情報を得たんですか？僕も日本に行く前は本当にボランティアってなかなかできないなと思ったのは、うん、例えば被災されて、そこで皆さんまあいらっしゃるんだけども、その例えばお水を持っていくにしても200名いたら200名同じものを持っていかないといけないとか、はい、靴下であったりタオルであったり、はい、そういうふうに聞いてたんですね、はい、だから我々その個人としてはそういうものをその200、300揃えて同じものを差し上げるっていうのは、はい、まあお金も大変ですし、うん、なかなかそういうことはできないので、うん、でどうしようかなと思ってて、はい、ただ
本当に良かったのは、その前からゴルフ友達だったのが、はい、郡山、福島県の郡山のを本拠とするその後楽園さんっていうラーメンのね、はい、まあ、日本とかアジアチェーン店でいっぱい持ってらっしゃるところの会長さんがいらっしゃって、はい、でゴルフ友達だったん で、 でまずどうでしたって震災でって伺ったところを、うん、はい、はい、そしたら、まあ、うちは3軒ぐらいかな、全壊してお店は潰れたけれども、うん、従業員はもうどなたも亡くなる方もいらっしゃらなくて、うん、っていうのをお聞きして、ああよかったですねっていう話をしながら、はい、いや僕ちょっとなんとか自分で行きたいんですけど、はい、なんかないでしょうかっていうんで、はい、でその秘書の方がすごくもういろんなところを走り回ってくれて、はい、で僕が焼きそばは関西人なんで、もともと焼きそばだったらいけるかな、東北じゃないんですね、東北じゃないんです、はいはい、なんで、はい、焼きそばだったらできるかなと思って、でもまあ当初の感じだと、はい、まあ100人分作ったらいいとこかな、自分のね、はい、能力、はい、で言うんで100人以下のその避難所を探してもらったんです、はい、なるほど、でそれで探していただいたのが福島県の新地町っていうところ、新地町、はい、新しい地面の地、はい、新地町っていうんですけど、はい、そこのここのこういう被災地があるよってお聞きして、はい、でそこ の、 役場のね、うん、隣にコミュニティセンターみたいなのがあって、あ、はい、やっぱり体育館みたいな床のところに皆さん当時ね、うん、段ボール敷いて、はいはい、で隣も本当に段ボールで仕切るだけのプライバシーもないところで生活をされてて、で僕が5月3日に最初に行ったので、はい、まあ約2ヶ月後ですか、そうですね、3月11日ですか、うん、ね、はい、だからその間はずっとやっぱりもうほとんどおにぎりと味噌汁かな、うん、なんかそういうものしか口に入ってなかった。なるほど。じゃあお食事はもちろん出ていたけれど、うん、まあそのこうもっと美味しいものが食べたいとか、うん、違うものが食べたいっていうところに焼きそばが行ったわけですね、はい、そうですね、はい、で僕も本当に手探りでなぜ初めてですから、はい、で行ったんですけども、本当に最初の最初でご迷惑かけてしまったのが、はい、5月3日ってもう連休ですよね。あー、ゴールデンウィークです ね、 ね、はい、でそれの3日の日に行ったのがもうまず失敗の始まりで、はい、まず日本国中の人が、はい、要は連休になったら被災地に行って手伝おうって思ってた人がいっぱいいたんですよ。なるほど。なので、はい、もう本当に東北に行こうとする人がいっぱいで、はい、僕東京から首都高に乗れなかったんです。もう規制されてて乗れません、はい、なるほど。どうしようっていうんで川口まで下の道を行って、はい、やっと川口の東北道の入り口から入れたんです、はい、でそれでももう車は多いし、道はもう東北へ近づけば近づくほど、うん、もう渋滞して動かない、ほら壊れてるんですよ、地震で。なるほどね、もう通じてないんですね。だからもう片側通行であったり、もうデコボコで穴開いてたり、そんな中を行ったんで、なんと、福島まで10時間かかっちゃった。普通は何時間ぐらいで行く？今でしたら4時間ちょっとで行きます。でそこでその焼きそばのいろいろなものを詰めて行ったんですか？はい、はい、詰めて行きました。荷台かなんかに詰めて、はい、その焼きそばどっかから、どっから来たんですか？当時は東京で全部、もう何もなかったので、はい、東京で全部用意して行ったんですけど、はいはい、で最近はもうこちらのサンヌードルさんにお願いして、はい、サンヌードルのハワイのそばを食べてもらうっていうので、もう多分そうですね、3回目4回目ぐらいですかね、はい、からのもう炊き出しは全部こっちから。なるほど。じゃあその時の今お写真をちょっと見せて、はいはいはい、So Ray, if you can show the picture of his activities。 これは何してるんですか？これはですね、はい、南三陸の宇多津っていうところがあるんですけど、はい、そこにもよくまあ、支援に行かせてもらって、はい、そこで当時の様子を、またこれが西宮のラジオ局があって、はい、そことのオンラインでラジオにやってらっしゃるわけですね、はい、で様子を皆さんにお伝えしてしてたところです。じゃあブロードキャスターですね。いやいやいや、慣れてらっしゃる。とんでもないです。はい、はい、Okay, maybe next one。 これは何をおっしゃらっしゃるんですか？これはですね、はい、やはり宮城県なんですけども、はい、ビーチクリーンの一環としても、当時見ていただいたら分かりますけど、はい、ビーチに落ちるゴミとかではなくて、はい、もう漁船の網とかロープ、そうですね、はい、それからタイヤで、タイヤなんていうのは中に泥がもう入っちゃってるから、はい、とんでもなく重いんですね。でそういうものを引き上げたり、これはボランティアさんたちがみんなやってらっしゃるんですね、はい、そうです、はい、これは別にハワイからではなくて、ほとんど、日本国中いろんな若い人たちもいっぱい来てくれましたし、はい、なるほど。じゃあ next one。
これなんか楽しそう、これはあれかな、はい、宮古の方かな、あのやっぱり岩手の方行って、はい、岩手の方でお祭りがあって、そのお祭りの時に合わせて、はいはい、我々も焼きそばを焼いて、なるほど、で皆さんにお配りする、あ T シャツもムーブフォージャパンという、はい、そうです、あれは初代ムーブフォージャパンです、ね、あ、そうなんですね、これはもうちょっと後です、はい、じゃあ後で見せていただいて OK the last one、 はいはいはい、これが、そうですね、これがだいぶこれはソニーオープンですね、何オープンですか、ソニーオープンゴルフの、あ、ゴルフの、はい、はい、その時にでこれがいつも、はい、毎年1月にあって、はい、そこに、まあ、あの出させていただいて、はい、焼きそばを売って、はい、でその、まあ、収益をまた東北とか熊本とかそういう被災地の支援に使わせてもらうと、はい、じゃこの焼きそばは被災地の方の、うん、はい、が召し上がったわけじゃないんですね、直接は、はいはい、そうです、間接的にあちらに届いてる、なるほど、売ったあのものがお金として、はいはいはい、寄付されたということですね、はい、でもこういう感じでいつも被災地に行くと、はい、向こう行っても同じです、はい、こう2丁のそうです、包丁じゃないですけど、あれなんていうんですかね、テコっていうのかな、テコって言うんですか、コテっていう人もいるし、あのその辺はこれは何食ぐらい作ってるんですか、これ見ていただいて1回で25人前なんですね、これで25人、はい、あ、なので例えば被災地で100人いらっしゃったらあれを4回やらないと、で1回これをやるのにどのぐらい時間かかりますか、8分ぐらいですかね、あ、そうですね、はい、じゃあ結構早く、 Thank you very much for the pictures、はい、じゃあ結構もうあのパッパッと食事が出るっていうことですね、そうなんです、うん、でも準備は時間かかりますよね、でもまあそばはもう蒸したものがありますし、うん、あのでそれも考えて僕はあの中に入れるものを、はい、初めは豚の細切れを使ってたんですけど、はいはい、それは切らないとダメでしょう、向こういくら細切れですよ、あ、準備は大事ですね、はい、なので、はい、それもね2回目か3回目ぐらいから考えてミンチにして、はい、豚の、じゃあもうあのひき肉じゃなくて、はい、ひき肉ですね、はい、じゃあもうすぐパッと炒められる、はい、でそうすると早いし、カットする必要がない、はい、それで火が間違いなく通るので、なるほど、あの食中毒も防げるし、そうですよね、それで豚だから油もいい油出てくれるんで、はい、焦げつかないし、じゃあその初めて被災地で、はい、そういったその焼きそばを食べた人たちの感想っていうのは、まあ、ちょっと今お休みの時間になってしまいますけど、どうですか、そうですね、あの何しろさっき、まあ、申し上げたように肉とか食べたことなかったらしくて2ヶ月、うん、なので豚が入って、頼を見てちっちゃい肉なのに、あ、肉だって言って現地の人が言ってね、肉が入っている、そう本当に、いやこれそんな大した肉じゃないんですけどって言ってたんですけど、今までおにぎりを、はい、おにぎりとかほとんどそういうベースだったみたいですからね、だからびっくりされましたね、はい、じゃあ日本語でお届けしております、ちょっとあの放送ここで休憩をいただきます、 We take a little break here, we'll be right backAloha, my name is Mark Shklov. I am the host of ThinkTech Hawaii's Law Across the Sea. Law Across the Sea is on ThinkTech Hawaii every other Monday at 11 a.m. Please join me where my guests talk about law topics and ideas and music and Hawaiiana all across the sea from Hawaii.And back again. Aloha. Hi, I'm Bill Sharp, host of Asian Review here on ThinkTech Hawaii. Join me every Monday afternoon from 5 to 5:30 Hawaii Standard Time for an insightful discussion of contemporary Asian affairs. There's so much to discuss, and the guests that we have are very, very well informed. Just think, we have the upcoming negotiation between President Trump and Kim Jong-un.The possibility of Xi Jinping, the leader of China, remaining in power forever. We'll see you then. We are back from break. I am Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking Atsushi Takebayashi, whom I call Yakisoba Oji-san, founder and director of Move for Japan. ライブでお届けしております日本語 ThinkTech Hawaii, Konnichiwa Hawaii. 今日は Move for Japan の Takebayashi Atsushi さんに草の根レベルのボランティアについてお話を伺っています、それではあの続きなんですけれど、はいはい、もう震災からだいぶ経ちましたよね、もう7年ですね、はいはい、でもその後ずっとお続けになっていて、うん、であのちょっと皆さん見ていただいてこのシャツも、はい、こういう感じでワンハートワンラブワンファミリーお腹もいい感じで、Move for Japan という、はい、こういう活動を今まで一人一人のレベルでしていらしたのが、はい、まあ、こういうなんかこう組織を作られた、はい、
そうですね、はい、それも本当不思議なんですけれども、はい、最初は、まあ、私と、うん、ワイフと子供たちで、はい、家族ぐるみ で最初にさっき申し上げた5月3日っていうのは、はい、3人で行ったんですね、家族で、はいはい、でみんな運転して行ったんですが、当然泊まる場所も確保できないので、はい、テントを持って行って、はい、テントに草原に野宿ですね、野宿です、はいはい、やりました。はでそんなんで始めたのが、うん、やっぱり今度自分たちも行きたいっていうのをいろいろね連絡いただいて、うんうん、で日本の友達であったりハワイの友達であったり、不思議ですね、なんかもう本当につながっていって、うん、でいろんな方に行っていただきました、うんうん、それはそのなんかこう行ったんだよっていうようなこう、うん、宣伝をしたんですか、それともどんな感じで。そうですね、まあ、一つはフェイスブックで、今のねおかげでフェイスブックのおかげでずっと会ってなかった方も連絡をいただいたりしましたし、うん、まあ、ハワイでしたら、まあ、周りの友達ももちろんいましたので、うんうん、はい、そういうのをいろんな方面から集まってくれて。なるほど、うん、でその今でも続けていらっしゃるっていう、はい、その辺ですけれど、うん、まあ、お仕事も終わりになると思いますけれど、はいはいはい、それはどういうところからなんでしょう。そうですね、ね、よく言われるんです、まだやってんのって言ってね、はい、一度ね僕傷ついたことがあって、はい、成田の税関に行って、はい、そのさっき言ったそばとかハワイから支援物資を持ってって、はいはい、カートに3つぐらいから、はい、3つか4つカートを使って行って、はい、すいませんってパスポートを渡して見てもらいますよね、はい、これお一人のですかって言って、荷物があんまり多いから、はい、でそう言ってたら、僕が震災で東北にこれ持っていくんですよって言ったら、まだやってるんですかって言われたんですよ。それ税関の方に、うん、はい、その時はさすがにね、僕はニコニコしてた僕が目がきっと怒ったと思うんですね。キッて睨んだら向こうの人がひるんだろう表情変わっちゃったんですね。やばいこと言っちゃった。優しい淳さんの顔がちょっと、いやいや、そういうこともありましたけど、まあ本当にね、うん、ある意味トラウマなのかもしれないけれども、うん、現地でその被災の様子を見て、皆さん困ってらっしゃる顔を見たり、子どもたちの笑顔を見たりしてる間に、自分はここにいなきゃいけないんだっていう何かがあると思うんです、はい、それでつい惹かれていくんですけれども、ただ人生で僕は今まで体験したことなかったのは、よく何かしてあげてありがとう、それから街で赤い羽運動で募金をあげてもありがとうって言われるけれども、その行った時にこれだけ本当に喜んでくれて、これだけ自分を必要としてくれたことが今まで人生なかったので、だから多分そういうことはすごく大きいと思うんですね。なるほどね。で僕だけじゃなくて、そのいろんなところから行ってらっしゃる方、皆さん共通に感じてらっしゃると思うんですけど、はい、よくね、タレントさんとかでもテレビで、いや僕は東北に行ってコンサートしますし、逆に元気をいただいてきましたとか、よく、はい、でもあれは本当にね、かっこつけて言ってるわけではなくて、本当に行ったらそういう感じるんですね。なるほどね、うん、なので自分をむしろ、うん、自分にしてもらったような気持ちになって帰ってくる。なるほど、うん、ボランティアっていうのはやっぱりこちらがしてあげるんではなくて、させていただくみたいな、うん、でその方たちから帰ってもっと元気をもらってっていう、うん、そんな感じでしょうかね。そうですね、でまあほら子供は褒めてなんとかって言うけど、はい、褒められると頑張ってやるじゃないですかだからそれ的なのもあるのかな、うん、まあ、でもありがとうっていうふうに、そのなんていうんですか、表彰状もらったとか、うん、そういう形ではなくて、はい、もう本当にね、はい、嬉しかったのは幼稚園で子供さんから表彰状みたいな、うん、メダルをもらった、あれは嬉しかったですね。本当に、ね、大人じゃなくて損得感じゃなく、うん、そうしてくれたりするのは嬉しいし。なるほど。やっぱりそうですね、子供さんの笑顔とか、はい、また来てねとか、そういうのが一番嬉しいです、はい、じゃあもうその被災地の方たちとも長いお付き合いが続いているっていう感じですか、うんうん、もう7年目、ね、そうですね、本当にもうなんか親戚よりも濃いと思います、はい、じゃあ焼きそばがつないだ、うん、なんかこうなんていうんですかね、人間関係っていうか、そういうことなんでしょうかね。
でね、僕ハワイから行ってるじゃないですか、はい、そしたらまあ向こうの方々も、うん、ハワイ行っていうね、あの福島にも常磐ハワイアンセンターとか今のありますけども、はい、フラガールって言ってありましたね、あの、はい、まあ、だからこそ良かったのかもしれないけど、はい、まあ、あのハワイっていうことで喜んでもらって、ただ最初に行った時につい習慣でね、はい、みんなおばちゃんとかこう並んでるでしょ、はい、じゃあまたねってハグをこうやったらみんな逃げるんだよちょっとハワイ風では、そうだってそんなのね、あの、うん、うちの旦那からもやられたことねえよって言ってハグしようとしたハグして横に旦那さんごめんなさいでしてたのが、今はもうみんなね逆に抱きついてきてるハグしてって、うん、これはハワイ文化を伝えたな、広めたなと思うような。なるほどね、はい、でもそれはやっぱりアツシさんのお人柄っていうか、うんうん、ね、誰でもハグするわけじゃないじゃないですかいやでも本当にで、やっぱりそのおばちゃんたちとそれから幼稚園の子たちとも、うん、なんていうかこう自分の目線が同じで、うん、上からこう助けてあげるとか、はい、助けてもらうとかっていうことではなくて、うん、もう対等に助けさせていただく、またはさせていただく、そうですね、もうそれすらも今考えてないかもしれない、うん、ただ言って焼きそば食うっていうかそんな感じで、うん、やっぱり焼きそばおじさんっていうふうにあの知られてるんですか。いや、おじさん、まあね、でもあの福島の子たちはね、おっさん、ハワイのおっさんってよく言われます。ハワイのおっさんになってるんですねたまたま焼きそばもくっついてる。で、あの先ほどちょっと言ってらっしゃいましたけれども、はい、もう今はハワイから、うん、例えばその焼きそばを、うん、サンヌードルさんですか、はいはい、あの持ってって、うん、あの寄付してくださってるんですか。あの最初ね寄付していただいたんですけど、はい、そうすると毎回お願いしづらいじゃないですか。そうですね、で、はい、お願いしてしたら、はい、あの仕入れ値の、ね、半値でさせていただいて、はい、でもそれでもね、だからもうただみたいなもんです、ね、はい、でそれだけの大きなその税関でこう、うん、驚かれるほどの、うん、っていうのはやっぱりそれ輸送費もかかるんじゃないですか。本来ならそうなんですけど、はい、そのもう焼きそば運んでる場合じゃないんですけども、はい、あのこれは日本航空さんが、はい、やはりあの当時、2011年の頃に、はい、あの支店長なさってた大久保さんって方が、はい、特別措置をしていただいて、はい、で、あのもう多い時はね12とか13とかチェックイン、普通箱ですか、スーツケース、あ、スーツケース、スーツケース普通だったら2つとかでしょ、ね、ビジネスクラスで3つとかあるんです、はいはい、それを10いくつ積ませていただいて、それを無料に全部していただいて、はい、そこに焼きそばが入ってるんですか。全部焼きそばじゃないですけど、はい、支援物資とか、支援物資とか、はい、服とかも、で、だいたいほら23キロがマックスとかあるでしょ、ですよね、それの中で焼きそばを詰めるだけ詰めて、はい、それがいくつかと、はい、その時に行く場所によって、はい、じゃあそれもその航空会社さんの方から、はい、あのヘルプをしていただいているということなんですか。もうそれもずっとしていただいたんでありがたい話ですね、はい、ありがたいですね。やっぱりそのハワイの、うん、やっぱり心がいろんな方面で詰まっている、うん、はい、でもそれを淳さんがまあ旗持って、うん、持ってってくださってるって、やっぱり、はい、それはそのあれなんでしょうか、こうお仕事のに差し障らないんですか。いや、まあ差し障るといえば障るんでしょうけれども、ただまあ優先順位がやっぱり自分の中で、うん、でたまたまうちは不動産の、まあ、あのブローカーもしてますけれども、はい、あの賃貸営業も してるので、はい、まあ、そっちの方はあの常にいなくてもいいじゃないですか。なるほどなるほど。でブローカーにしても物件がちゃんとやってて、はい、終われば次ちょっとスパンがあって空いてたりするので、はい、じゃあ調整をしてらっしゃる、まあ、それは ある程度自由が利いたので、はい、じゃあのそろそろ時間になってしまったんですけれど、うん、はい、最後にそのムーブフォージャパン の、はいはい、あの宣伝というか、あのどういうところに行くと、はい、例えば自分でもやってみたいなと思ってらっしゃる方がいた場合ですね、はい、うんうん、連絡はどこにしたらいいかとか、はい、なんかウェブサイトとかあるんでしょうか。あ、そうですね、はい、じゃあのムーブフォージャパンっていうのはあのムーブでここで見ていただいたら MOVE 数字の4のジャパンなんですけれども、.org moveforjapan.org っていうのがウェブサイトです、はい、でそちらを見ていただければあの詳細も書いてありますけれども、あるいは E メールをいただく場合は、moveforj、 J で終わりなんですけど、はい、moveforj@gmail.com そちらに、お問い合わせいただければ、はい、あの例えばどっか行きたいんだけどっていうのは今あの決して東北だけではなく熊本やら福岡やらもう全国、はい、日本全国いろんなところね災害は本当にどんどんあるんですけれども、はい、その都度あの我々でプランはしておりますので、はい、またあのお問い合わせいただいたら、はい、あのそれでメールないし、お返事をして、はい、で参加していただいたり、私がいない場合でも現地の NPO とかあの紹介できますの で、はい、でそこへ紹介を入れといて行っていただくとスムーズに
なるほど。進みますので。ハワイではオフィスは終わりになるんですか？オフィスは、はい、一応うちのヘッドクォーターっていうのは、パロロ本願寺、はい、の、教室を一つお借りしているので、はい、このルールですね、はい、このルールのパロロだに、はい、はいはい、それでは、そろそろお時間が来たようで、はいはい、今日は本当に大変こちらこそ興味深いお話をありがとうございます。はい、もしですね、はい、これから今後とも皆さん何かしてみたい、うん、でもそのお金をただ寄付するだけじゃなくて実際に何かをしてみたいというような方がいらっしゃった場合は、うんうん、まあ、ぜひ竹林さん、竹林敦さんの方にご連絡をいただければと思います。うん、はい、それではお時間が来たようです。ゲストの竹林敦さん、今日は大変興味深いお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回の放送はハワイと日本で伝統的なフラを教えているクムフラのミーラニー・クーパーさんをお招きしています。 Okay, I think we are almost out of time. Thank you very much for coming, 敦、竹林、And thanks to you all for watching ThinkTech Hawaii Japanese series. I am Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. Stay tuned for more shows in Japanese. You will hear about traditional hura teaching from a kumu hura, a Japanese kumu hura, in the next show. Thank you for watching.